皆さんどうも、ひかりです。1ヶ月前にですね、引っ越してて、まだ洗濯機が持ってないので、今までちょっとお風呂で洗濯してみたんだけど、やっぱ面倒くさくてしんどかったし人生初コインランドリーです。近所のしょぼいやつ、こんな感じです。近所にはめっちゃいいパン屋さんがあって、あれは朝7時からやってるよ。あ、今7時半やで、7時半。でそのパン屋さんにちょっと朝ごはん取って、めっちゃ美味しい。これね、ごまとさつまいも、ほんまに本格的なパン。あそこはごめん、あんまおもろいんじゃないねん、ほんま。あ、いやね、こっち来た時洗剤忘れてもうて、洗濯物はその洗濯機に入れて、お金も入れて、あ、洗剤がないねんって気づいて、いや、走って帰って取りに行ったんですよ、洗剤。まあそんな感じですかね。これからもうちょっと頻繁に、どっか作ろうかなと思うけど、わからない。どちらかって夕方ランニングしてるからあんまり時間ないけど、頑張ります。以上です。